こんにちは、ゆうです。パズドラのお時間です。はい、今日誕生日またおめでとうございます。はい、今日無課金サバカ久しぶりに芝居丸久しぶりに、やっていきたいと思います。今日から、パズドラ大感謝祭が始まったということで、はい、あれか、魔法石がね、なんと100個かログインで配布されたということで、こちらですね、はい、全然引いてこれなかった、はい、魔法石7個デジモンアドベンチャーコラボガチャ、このアカウント今更ですがね、もう終了まであと2日となりましたが、はい、初めて動画にしていきたいと思います。それではね、早速ガチャ回していきたいと思いますんで、デジモン何やったっけ、デジモンよろしくお願いします。はい、購入歴無料配布分124個ですね。24個はね、もともと貯めてたんですよね。この一気に動画にしようとしていただこうと思いまして。あとは、あれですね。多分おそらくっていうか、もう月曜日からディズニーが来るのかな。これログインスタンプだけの100個を、まあ、一旦ね、全突破デジモンにしたいなと思いまして。あと、ランクもちょくちょく上げていまして、今、1111、ちょうどあれですね。で、今日、1050日のログインボーナス、ログイン記念日か。記念日だったんですよね。なら、ちょっと全部回してみようと、思いますね。よし。はい。渋い。メインアカウントもね、結構渋かったんですよね。オメガモンを自力で交換ということでね。ハロウィンはちょっとあんま引かなかったですね。あんまりっていうか、ほぼほぼ引かなかった。このアカウントは。お!止まった。はい。はい。冒険は今、進化する。うわー、ジョーか。ジョーはね、確かね、これ、ゴマモンがナルトとか、遊戯王の木馬とかの声優さんの方で、あと、ゴンゴンとか。そろそろあれか、昔のハンターハンターか。ジョーがね、こう当時はあれか、花輪くんの、ちいまる子ちゃんの声優さんの方だったんですよね。まあ、初ゲットなんで、よろしい。はい。はい。このままいったらすぐ終わりそうだな。いやー、メタルシードラモン。撮れてるよね。これ、ほんまね、録画、なんかちょっと慣れてなくて、わかんないんですよね。何分ぐらいの尺になってるかもわかんないんで、もしかしたらめちゃくちゃ長いかもしれないし。でもあっさり終わるな。あっさり終わるなっていうか、うんともすんともせんな。で、あと13回。はい。で、また録画設定でちょっとミスってたら申し訳ないですね、ほんま。お!来た!オメガモン欲しいよね。ほんまオメガモン欲しい。あれは出たんですよ。アポカリモンじゃなくて。おお!ナイス。僕、これ一番好きなんですよね。ヤマトと。えい。正解ドロップ。ちょっと待って。あ、そうだ。僕、音声聞こうと思って、イヤホン置いてたのに、聞いてんかった。はい。で?いいっすね。ちょっと待って。シンクロしとこう。はい。それだ。この調子でいきましょう。オメガモン。オメガモンって言ったらね、無限ドラモンが出れますよ。はい。無限大なドラモンですよ。はい。ちょっともう用事ないかな。あ、でもたまにはなるんか。絶対たとてやからな、オメガモンは。でも1体にも十分強いんかな。2体欲しいよね。おう、来た。はい。ジョグレス進化して。おおマジか。おぉ、大地出た?ウェイ。これはね、ちょっと BGM 一応念のためカットさせていただいております。やった。マジか。このアカウントでも、1億、10億頑張っちゃう?頑張っちゃう?っていうか、やっちゃう?とりあえず熟成だけさせておきます。なんかヒパのイメージが強いらしいんで、このアカウント。はい。おお、あれ、ヤマト、タイチと来たら、もうあれでしょ。あ、そこはあれ、タケルなんか。ああ。
竹浦内の亀のミシシッピ地図亀の名前なんで OK です。しかもこいつのおかげでね、強調取れたんで。エンジェモンにするのもありやね、普通に。で、デジバイスはどんなの？赤身タイプ付与か。おー。まあまあまあ、いいっすね。よし。さあ、行きましょう。はい。いやー、でも選ばれし子供たちは、順当に出るよ。全然出んかったからね。獣王拳、はい。かましたところで、ガチャッと固まりましょうか。はい。出ない。またメタルシードラモンか。一体でもね、オメガモン欲しいよね。オメガモンはね、もう当時多分デジモン初代を見てた方々からしてエリ変な、今気づいた。エンジェウモンね。はい。じゃあ、ダーク、何だっけ？レディーデイモンか。はい。よし。OK。はい。これかい。さ。ちょっと、こそっ、よし！こそっとおかわりしようかなとか言おうと思ったら、言っちゃってるけどね。これ？あー、もう、昨日ね、メインアカウントでね、もう散々竹野内空さんは出たんで。進化後見るの忘れた。じゃあどうかね。はい。いやでもウォーグレイも太一出ただけでもいいかなと思って、謙虚な気持ちで、謙虚な気持ちがオメガモンを生む。ゴシロハンか。ゴシロハンってテントマンが今張るんですよ。ね、かぶってるの。はいはいはい。キパはね、あんまほんまどう使っていいかわからんの、このボックスで。あんまいい品種。あ、現在ですね。しゃ。はい。ピエモン。ピエモンじゃ、ピエモンいいの。あ、持ってんかった。あ、リナチェン向きやったんや。よう見てんかった、これ。これちょっとなんか使えそうですね。はい。さあ、はい。お、来た。はい、いやー、もうほんまね。何？竹野内空さん。空めっちゃ出んねんけど。あー、でも火で入れるんやったらありっちゃありか。空のデジバイス、愛情の紋章、僕に愛情が足りないというのかい？はい。OK。はい。あと2回ですね。はい。いやー、ちょっとアンドロモンはちょっともうちょっと前に用事あったよ。いや、ごめんごめん、持ってた。そうでした。それではラストですね、ラスト。ラスト、このボックスが進化するのか。はい。いきます。結局ワンチャンあれやな、クエストクリアして。いや、閉まらんな。レディ・デイモンで。エンジェルモンとね、レディ・デイモンがね、バチバチにね、戦ってね、ほんまビンタし合うっていうね、この、バトルモンやのにね、ホーリー野郎とかあんのに、ペチペチってして、男性陣みんなが弾いてた話が印象的です。それでは結果見ていきましょう。はい、こんな感じでございますね。はい、未設定の方では、こちらがあれですね、今回弾いた、無限ドラモンからですね。いやー、レディ・デビモンがいっぱい出て、でも、タイチも、忘れた。ヤマトも出たんでよかったっすね。で、今持ってんのがこんな感じですね。はい。オメガも、報酬の方持ってまして、あと、アポカリモンやってきちゃう。ディアボロモンか。ディアボロモンは持っておりますと。武器は、こんな感じですね。はい。ちょっと交換所見てみようかな。あー、オメガモンを交換するには、ちょっと心もとない。ソラさん、1、2、3、4、5、6、7、8、8体ぐらいしか出せんな。ちょっと厳しいっすね。ちょっとこれはクエストクリアして、ちょっと僕ディズニーね、ほんとね、プーさんしかわからんのですよ。なんかプーさんのハニーハントが一番好きでした、僕。はい。
はい、それではこの画面でお別れしましょうか。せっかくなら、はい、ここでいいか、はい、この画面でお別れしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。今回はこの辺でお開きにしたいと思います。よければ動画の感想や皆さんのデジモンコラボ、最後までデジモン引くか、それともディズニーを引くかね、ぜひともですね、コメントいただけると嬉しいです。あとコミュニティにね、ハロウィンのアドバイス等々いただけた方々、ありがとうございました。アンケート入れてくださった方々もありがとうございました。それでは、この辺で、なんて閉めたっけ、前、結構動画開いちゃったんで、また忘れちゃうっていうね。ちょっとあれかな、でも、16頑張るかな、16のお芝居になろうかな。それでは、概要欄に、よろしければ概要欄にある SNS 一覧や、ちょっと今回からあれ表示されてるのかな、はい。僕ちょっと公式マークをつけさせていただいてる、はい。ネットショップさんもあるので、はい。そちら等々グッズ順次追加しておりますので、そちらもチェックしていただけると嬉しいです。はい。それでは今回のお相手は私、ゆうでございました。じゃあね。バイバイ。